やめて、ブル。くそ、なんでこうなった。クロノさん、まずいです。おっ、転送完了です。おお、ジャングル、マイナスイオン最高。彼の名はクロノ、時空警察特殊機動隊、通称巻き戻し。なんだ、キングコブラ。体長6メートル以上にもなることがある世界最大の毒蛇です。うわ、クロノさん大丈夫ですか。なんか体が動かない。巻き戻しはたとえこんな状況でも右目のタイムマシーンリトライアイを使えば。リトライ、時を巻き戻しやり直すことができる。キングコブラの毒は速攻性の神経毒、ゾウも一瞬で殺すレベルの毒と言われていますが、毒そのものの強さは他のコブラよりも強いわけではありません。噛まれた時に注入される毒の量が多いから危険なんです。なるほど、とにかく噛まれなければ。今回のミッションは毒蛇を倒すことなんだろう。違います。じゃあスルーしよう。キングコブラは用心深い性格で、可能な限り人間を避けようとします。刺激しなければ問題ありません。今回のミッションは凶悪なチンパンジーに殺されてしまう少女マイラを救うことです。チンパンジーが人を殺す、何があったんだ。ブルと呼ばれるそのチンパンジーは幼い頃からマイラと共に育った友達だったのですが、なぜかある日マイラを襲い殺してしまうんです。マイラは今このジャングルにいるはずですが、ジャングルは他にも危険がいっぱいです。了解。おーい、マイラちゃん、どこだ。え、今何か動きましたよ。うわー、トラです。逃げろ。思った以上にジャングルは険しく、様々な障害が行く手を阻む。沼から足が抜けない。失敗、軍隊アリです。また動けない。失敗、今度カバ。なんなんだこのジャングル、ちょっとおとなしくしてなさい。何か出てきた。これは、あー助かった、死んだかと思った。マイラちゃん。私マイラ、よろしくね。クロノです。まさかカバに食べられていたとは。一体こんなジャングルで何を。友達のブルっていうチンパンジーを探してたの。このジャングルのどこかに必ずいるはずなんだけど。ブルって凶悪チンパンジーのブルですか。ブルはそんな子じゃない。確かにブルは大変な事件を起こしたけど、でも本当は優しく素直ないい子だったの。何があったのか教えてくれないか。ブルと私の出会いは10年前。私が3歳の頃、パパがジャングルからチンパンジーの子供を連れ帰ってきた。足を怪我しているんだ。親は密猟者に連れて行かれてしまった。まあ大変、早く治療を。お猿さん。幸い大事には至らず、すぐに元気になってくれた。あなたの名前は今日からブル。強く育ってほしくて、当時活躍していたプロボクサーから名前を取った。そして私とブルは一つ屋根の下、ずっと同じ時間を過ごし、どこへ行くにも何をやるにも一緒。でもある時、ブルにとってどうしても許せないことが起きたの。この化け物、お前みたいなのが街にいたら危ねえんだよ。そうだそうだ、やめてよ、ブルは私の友達よ。うるさい、黙れ。言って、こいつ引っかきやがった。ダメブル、誰か助けて。大丈夫か少年。あのチンパンジーが襲ってきた。危険な猿め。ダメ、ブルは安全よ。さよなら。いた、ブル。今まで私に噛みついたことなんてなかったのに。ほら、やばい猿じゃんか。お嬢ちゃん離れなさい。すぐにブルは我に返り、ジャングルの方へ消えてった。ブル、どこ行くの。待ってよ、ねえ。ブルはそれっきり帰ってくることはなく消息不明だから、ジャングルでブルを探してるの。そうなんだ。あれ、パパから電話。マイラ、町で大型チンパンジーが暴れてるらしい。え、それってもしかして。なんだ。チンパンジーの大群だ。人間は皆殺しな。助けてください。もうチンパンジーはいない。ひどい状況ですね。ああ、ブルがこんなことするはずがない。ブルはとっても優しくて思いやりがあって。どうしましょうか、クロノさん。とにかくこの襲われた人たちを助けるため、もう一度やり直す。そうですよね。リトライ。クロノどうしたの。こっちは街だよ。きっとブルが現れる。急ぎましょう。
あの車だ。ここにブルが現れる？そんな、まさか。今からここに獰猛な動物が来て危険です。ああ、そんなことあるか。俺たちハンターだ。襲われてもこの銃でペーンよ。お、何の音だ？クラの、あれ、暴走族？チンパンジーの？普通にバイクを運転してるぞ。もしかして、あれがブル？そこには30頭ほどのチンパンジーを引き連れたブルの姿があった。襲ってきます。マジかよ。え、投げ縄？まずい。で、うおー、イマジのゲーだー。抜けられない。リトライ。とにかくロープを避ける。いや、あ、マイラちゃんが。助けて。くそ。みんなを助ける方法は？車の中にいれば安全だ。クロノ、皆さん絶対外に出てこないでください。考えましたね、クロノさん。いや、まだこれからだよ。この人数をどうやって相手にするか。確かに、武装したチンパンジー30頭 VS 人間1人、こんなの漫画の世界でも聞いたことない。来ます。やるしかないのか。大丈夫ですか？なんとか。その後もクロノさんはチンパンジー軍の猛攻を受け続けた。左パンチ661回目。右後ろからナイフを避ける。832回目。上段にバットしゃがんで避ける。ただ何かおかしい。なんで攻撃しないんですか？避けてるだけじゃクロノさんがいつか倒れてしまいます。だってチンパンジーでも傷つけたくない。リトライアイは精神的ダメージを大きく消費しますし、なんせ未来を変えられる確率は100万分の1。そんなこと言ってたらさらに難易度が上がっていくだけですよ。チンパンジーって強いな。全然聞いとらん。もうやめて。あなたブルなんでしょ？私よ、マイラよ。飛び出しちゃダメだ。ブル、まずい。リト、待て。今喋ったよな。なぜ人間が話せてチンパンジーが話せないと決めつける？その時点で人間は我々を舐めてる。俺が自らぶちのめしてやる。ブル、そんなんじゃなかったじゃない。うっせぇわ。危ない。ワウンテン。クロノさん、あのブルというチンパンジー180センチはありますよ。普通のチンパンジーの倍の大きさです。人間の7倍近くの力を持っているのに、さらに2倍。人間が挑んでも勝てないですよ。それに高い知能か。でもこれで怠慢だ。これなら止められるかも。アホじゃるか。人間と動物が共存する世界があるはずだ。人間が壊したんだ。もう誰でやろうと破壊する。そんな、マイラちゃんの悲痛とクロノさんのリトライだけが何度も何度も現場に響いた。諦めましょう、クロノさん。もう化け物と化したブルは聞く耳を持ちません。クロノさんの心も体力ももう限界。せめて動きを止められさえすればですが。なぜだ。攻撃を避けてるだけじゃ勝てないぞ。人間よ、いつもみたいに得意な攻撃を仕掛けてきたらどうだ。お前がこんだけやってつけられた傷は頬にかすり傷程度だったがな。やばいです。お、クリアルートあったかも。えー、必ずここにいる全員救う。リトライ。どうするんですか、クロノさん。また攻撃を避けているだけじゃないですか。くそ、まだか。かすり傷程度しかつけられなくて何がまだかだ。なんだこれは。体が動かない。人間、何をした。思ったよりも効くのに時間がかかったな。キングコブラの神経毒。何？体内に入れないと効果がないから、その頬のかすり傷をつけた時に同時に塗り込んどいた。こうしゃくな。すごい、クロノさん。微量ならそこまで強い毒じゃないから、体の動きくらいは止められる。採取すんのも大変だったけど。うわあ、ごめん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 。ざけんな。まさか。やばい。マイラ。大丈夫だよ、ブル。なぜ、邪魔するな。ブルがいなくなった時もこんな感じだったね。心の傷のことはよくわかる。人間があなたにしたことはひどいことだけど。
このままではブルも戻ってこれなくなっちゃう。みんながみんな悪いやつじゃないよ。マイラちゃんみたいにブルを一生懸命思ってくれている人もいる。マイラ、すまない。またみんなで仲良くこの町で暮らそう。いや、それは無理だ。もう立ち上がった。俺にももう守らんといけない奴らが。そこの人間、マイラを頼んでもいいか。うん、ありがとう、人間。ブルー、必ずまた会えるよね。なんとか任務はクリアですね。おう、クロノ、ありがとう。こうしてチンパンジー襲撃事件は幕を閉じた。首謀猿のブルは現在も発見されておらず、クロノさんの浮かない顔だけが少し気がかりでした。ご視聴ありがとうございました。とりあえずリトライしてもう一回見よっと。チャンネル登録とコメントもぜひ。